皆さん、こんにちは。インスパイアの横田です。えっ、ー、と、今日はですね、えー、Facebook プロフィールページは重要。見せるリストと見せないリストでカスタマイズということについてお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。えっ、ー、と、まずですね、あの、早速ですが、私のプロフィールページを見ていただきたいと思います。<laughs> はい。えー、この中の、今日お伝えするのは、左のですね、メニューのとこになるんですけど、はい。ちょっと拡大します。<laughs> そうしますと、えー、一番上にですね、美しい3人の女性っていうのがあって、えー、宇徳さん、宇賀神さん、今井さんの名前があります。さらにその下に、Facebook の三大将ということで、中島さん、熊坂さん、坂田さんというふうに入ってます。で、さらにその下に、3大マーケッターというところで、えー、滝井さん、出村さん、岡本さんの3人が上がっています。で、SEO の三大将ということで、 松尾さん、高谷さん、亀田さん、入っています。さらに、三大コンサルタントということで、松尾さん、長谷川さん、森本さんが入っています。次にですね、私のクライアントさんの、海外のクライアントさんで、でカスター・マリさん、塩田さん、住田さんというふうに入っております。このようにですね、えー、と自分のお友達をリストを作ることによって、カテゴリー分けできるんですね。で、表示することができます。で、ここでポイントなのは、 あくまでも見せるリストだということなんですね。で、ここでポイント、あともう一個ポイントはですね、この名前ですね。リストの名前をなんか A とか B とかなんか新潟とかそういうんではなくて、ちゃんとですね、えー、キャッチコピー的な名前にしてほしいんですね。で、さらに、えー、表示される文字数が8文字ぐらいなんですよ。このリスト名が。なんかリスト、8文字ぐらいで押さえるっていうこと。そして、えっ、ー、と、 リストにくくる人の数は3人以内、できれば3人がいいということ。なぜかっていうと、4人選ぶとですね、えー、ランダムで3人表示になるんですね。3人しか表示しないので、そうすると、あの、100%表示にならないので、できれば3人。3代んとかとか、3なんちゃらみたいな、3兄弟とかですね。いう形でくぐっていただければと思います。<laughs> はい、えー。ではですね、これのやり方を説明したいと思います。 プロフィールを編集。こちらですね。プロフィールを編集を押します。ですると、左のメニューの大切な人たちをクリックします。はい。ただこういうページが出てくると思うんですけど、ここにですね、表示する友達っていう欄があります。ここに表示されると名前が出るようになります。 で、ここで今ですね、作ったリストが並んでると思うんですけど、1個新しく作りたいと思います。で、ポイントはですね、この下にありますように、え新しいリストを作成と既存のリストを作成ってあるんですけど、皆さんが使っているリストはおそらくニュースフィードがたくさん流れてきて大変なので、使い分けのリストを作っている方が多いと思うんですけど、それとは別に、 プロフィールに見せる用のリストだということが今回ポイントなので、えー、新しく作ります。新しいリストを作成をします。えー、そうするとですね、えー、顔写真がいっぱい出てくるんですけど、ここで、えー、名前を入れます。でここがですね、ちょっと不具合があってうまくいかないので、できれば名前はどっかで作って、テキストで作ってですね、コピーして貼り付けたらいいと思います。えー、私も今コピーしてるので貼り付けます。 例えば、影響を受けた三大著書。えー、文字数、2、4、ロろと、2、いし、にいハろう、文字。そうすると、これ入らないんですよね。ちょっとやってみましょうか。これで、えー、例えばですね、あ、できましたかね。これ多分ですね、後でお見せしますけど、これだと変なんなるんですよ。えー、例えば、えっ、ー、と、秋武さん。 はい。秋竹さんと、えー、っと、宇治さん。えぇ、ー、宇治智子さん。えー、そして、えぇ、ー、どうなったにしましょうか。影響を受けた3人。えー、っと、津田さん。えー、津田大輔さん。えー、っと、こう3人選びまして、えー、リストを作成ってやります。そうするとですね、こういうふうにエラーになっちゃうんですよ。三大ハテナっていう感じで、 えー、時数をオーバーすると、こう、ハテナになっちゃうので、えー、もしこれで作っちゃった方は、とりあえずこれで一回ですね、えー、保存します、えー。ここで直せないんですよ。で、変更を保存します。そうすると、えー、どうなるかだけ先に見ていただきたいと思うんですが、このプロフィールのとこを見ますと、えー、こういう感じでですね、入るんですけど、ハテナがついちゃうんですね。 影響を受けた三大カテナみたいな感じ。まあ、これでもいいんですけど、えー、ここで編集をします。そうするとね、ここに行っちゃうんですよ。で、ここで実際編集できないので、えー、ここではなくてですね、<laughs> すいません。えー、あの、友達の編集なんですね。Facebook の、えー、自分のページの、えー、友達の友達を編集っていうところを押します。で、そこでリストができているので、えー、リストを選んでいただいて、 で、ここで名前を編集します。でこれ、実数オーバーなんですね。影響、うん、何にしましょうかね。影響された三大著書。1、2、3、4、5、6、7、8。これでも入らないですね。え三、ー、大、影響した。影響したじゃない。うん。尊敬する。 えー、例えば三大著書。1,2,3,4,5,6,7,8.8文字、えー。これに名前を変えました。それで、えっ、ー、と、こちらのようにですね、保存しますと、えー、こちらですね、えー、尊敬する三大著書ということで、えー、名前が出てくるようになります。はい。それでですね、ちょっとポイントがありまして、ここの順番なんですよね。リストを表示する順番を変更することができないんですよ。で、これは、 新しく追加するのが上に来る、えー。古いのが下に行くという形になってますので、えー、プロフィールを編集しまして、えー、また大切な人たちっていうところを見て、この順番を自分で考えてください。えー、例えば、えー、っと、この美しい3人の女性、えー、これを一番上にしたいと思ったら、一回作っちゃった後で、一回このプロフィール、このリストをこれ削除するんですね。 消しちゃいます。で、新たにもう一回既存のリストから選ぶにして、えー、美しい3人の女性を選んで、えー、追加というふうにやると、えー、それが一番上に出てきます。で、この順にこれで保存しますと、えー、実際プロフィールを見ていただくと、はい、プロフィールを見る。そうすると、えー、美しい3人の女性が一番上になるようになります。なので、これでカスタマイズしていただければなと思います。 はいえー、ということで、今日はですね、えー、このリストを使うということをお話したんですけど、えー、ポイントは、ですねここのネーミングもそうなんですが、えーあのー、自分がニュースフィードを見るとき便利なようではなくって、友達とか、えー、ここにとリストに出てきた方々とか、新しい友達が見たときに、横田さん自身、自分自身のブランディングがなるように選んであげる。 えー、選ばれた友達が喜んでくれるようなネーミングにするっていうところがポイントなんですね。はい。えー、ではこれをちょっとまとめてみましたので、ちょっとご覧ください。えー、こういう感じでですね、えー、プロフィールページは直すべきところがいっぱいあって、えー、まず先に今日話したところからお話しますが、公開リストと非公開リストを作る。で、公開リストは自分のためではなくて、 友達とか、新しくなる友達のために作ると。で、リスト名も考えると。で、リストに入れるのは3人のみ。4人以上だとランダムの3人表示になるからと。で、自分のブランディングにもなるようにすると。こういう方々とお友達の横田さんですというふうにですね。で、並べる順番は新しく作ったことに上に表示されるのでカスタマイズする。 え、非公開リストは自分がニュースフィードを快適に使う目的だけに作るので、え、表には出さずに、え、非公開で使えばいいじゃん、ということですね。み、あの、左のメニューに出さなくていいじゃん。私は新潟というですね、新潟県だけの人を見るというリストを作ってるんですが、それは別に公開しなくていいじゃん、ということで、非公開リストにしてください。え、これはツイッターでもありますよね。ツイッターの、え、リストと同じような感じで、え、使っていただきたいと思うんですが、え、ここのカスタマイズが大事ですと。 でそれ以外にも、えー、ちょっと参考までにまとめときました、えー。顔写真ですね。顔写真は、えー、ここた、縦長で入るんですよ、えー。私はまだやってないんですけど、えー、180から540ピクセル、すごい縦長の分が、えー、理想です、えー。さらにですね、えー、ここは縦長にできるんですけど、普通のニュースフィードに出るときは、えーほ、ほぼ正方形のような形で出るので、 正方形でちゃんと顔が綺麗に入るように、えー、カスタマイズして写真を撮って、えー、ってことが大事ですね。あと、はい、上からいきます。名前、えー。名前の横、名前はもちろん漢字にしていてください。で、さらに、えー、名前が難しい方は振り仮名を入れます、えー。さらにニックネーム入れると親近感が湧きます。えー、このやり方とかはまた説明しますが、えー、今日はちょっとで時間がないのでできませんが、ここに入れます。 で、左上のですね、ここのネットビジネス研究室って書いているとこは、えー、自分の Facebook ページにリンクができます。えー、このやり方もまた説明しますが、えー、会社名を入れると自動でできるんですが、それではなくて、自分が作った Facebook ページに飛ぶようにしてください、えー。例えばちょっとこれだけ見てみましょうか。これ私のですけど、例えばこうクリックすると、えー、ここに飛びますよね、えー。こういう感じですよね。はい。 で、その時の名前は、できれば固有名詞の会社名でなく、普通名詞のフェイスブックページを作るっていうのがポイントです。なぜかっていうと、えー、あなたの会社のことを知らないわけだから、知らない人を集めるために、えー、ビジネスをやってる方が多いわけですよね。新規のお客を集めるためだからそういうフェイスブックページに誘導していくと。で、会社名を名乗りたい場合は、えー、肩書きっていうところに、会社名付きの肩書きにすると、 ここのように、インスパイ株式会社って出るようになります。普通ここは、代表取締役っていう欄なんですけど、会社名付きにしちゃうと。はい。で、ここですね、ーショット写真をタグ付けしてカスタマイズするということで、自分がこの人と一緒に写ってる写真があったら、新しいお友達とかに自分のことが伝わるよみたいな写真ですよね。こういうものを5つ並べてカスタマイズするといいと思います。 なぜ、えー、か私は今美女、美女だらけになってる。えー、4人美女で1人貝野さんになってますけど、えー、この辺をカスタマイズしていくと、えー、いいんじゃないかなと思います。えー、ということで今日はですね、えー、プロフィールのページをカスタマイズするっていうことについてお伝えしたわけなんですが、ここは本当に重要です。えー、新しく、えー、お友達申請をするときも、えー あお友達の依頼が来た時ですね。申請が来た時も、私はプロフィールページを見て判断することもあるんですけど、やっぱり写真があって、左のメニューにこう、あ、こういう人と友達なんだからっていうのが分かったら、やっぱりですね、あの、お友達になる率は高くなるわけですね。 で、あ,あと、皆さんが、例えば、えー、Facebook ページとかに、ね、どっかに書き込みしたときに、この人誰だろうと思って飛んでいったときにあ、その辺の周りのね、情報を見ることによって、えー、自分自身が、あ、こういう人なんだっていうことが、えー、伝えられる部分なので、ぜひカスタマイズしていただきたいと思います。えー、私はあとですね、その、プロフィール写真を縦長にするっていうところを、えー、今ちょっと頑張りたいなと思ってるんですが、えー、ぜひですね、皆さんも、 挑戦してみてください,あい。ちなみにですね、今ちょっと見たら、ここの左のリストの表示順は、えー、新しい順ではないような感じがしますね。すいません、えー。今見ると美しい3人の女性が一番上に来てますので、ここの表示の順番もランダムっぽいですね。えー、もう一回リロードしてみましょうか。はい。ちょっと今は変わらないんですけど、 なので、えー、リストの順番はちょっとですね、えー、カスタマイズの部分はなくてもいいかなという気がします。<laughs> すいません。えー、これも私今日始めたばかりで、えー、これすごいなと思って皆さんにお伝えしようと思ってやってますので、ちょっとすいませんが、えー、こういう感じで、えー、カスタマイズしてください。で、ここに表示する数は、えー、3代、なんちゃらですよね。3人のリストで、えー、マックスで7人以内にしてください。えー、5から7以内にしてください。 これはなぜかっていうと、7以上あると、えー、人は5から7以上あるとたくさんと思ってよくわからなくなるので、できれば5から7以内で、えー、つまりですね、3×7 でさ21人。皆さんの友達の中の本当に大事な21人をこういう形で表示してあげると、えー、きっと喜んでくれるんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、インスパイアの横田が、えー、Facebook ページの、えー、プロフィールページのを 見せるリストと見せないリストを作ることによってカスタマイズするっていうことについてお伝えしました。ありがとうございました。バイバイ。